小前さんは去年の夏、軽バンで車中泊をしながら北海道を一周してきました。この動画では53日間という長旅でかかった旅費についてお話ししていきます。詳しい旅費の内訳や節約するために工夫したポイント、また動画の最後では反省点についてもお話ししています。このような順番でお伝えするのでよろしくお願いします。旅費の総額、53日間の旅費の総額は153,520円でした。1日あたり2,896円です。1日3,000円くらいで北海道をぶらつけるって考えると結構お手頃な気もしますね。なおこの金額には自宅からフェリー乗り場までの移動代は入っていないので、そこんとこよろしくです。そんじゃ詳しい内訳をご説明しますね。食費、53日間の総額は8,021円です。なんだかんだ結構使ってますね。食事は朝昼夜の3食しっかり食べていました。朝食は蒸し豆や野菜、プロテインなどで簡単に済まして、お昼ご飯は食べたいものがあれば外食をして、特に食べたいものがなければセコまで済ましてました。夕飯は毎晩車内でプチ宴会って感じで350ml缶を2、3本開けていました。やっぱりお酒を飲んじゃうとお酒代とつまみ代が結構かかっちゃいますね。分かっちゃいるけどやめられねえですね。ただ1日あたりの食費は1509円なので、毎晩晩酌してこの値段ならかなり安くも感じますね。ちなみに今回の旅で一番お高かった食事は1900円の海鮮丼です。基本的には100円から1000円くらいのご当地グルメが外食の中心で、これ食べなきゃ損損って細胞が訴えかけるものはちょっと奮発して食べるって感じの食事スタイルでしたね。お前さんはお高い食べ物は喉を通りにくい体質なんですが、そんな僕でも旅費の半分以上を食費が占めています。それだけ北海道にはうまいもんがあふれかえっているので、これから行かれる方は重々気をつけてくださいね。じゃないとお金は減っていくのに体重は増える一方ですから。ガソリン代、ガソリン代の総額は23,790円でした。ざっくりな計算ですが、燃費は1リットルあたり18キロで、ガソリン価格は1リットルあたり160円。53日間の走行距離はだいたい2700キロくらいでした。僕が乗ってるサンバーバンは普段の燃費が約16キロなので、1割以上燃費が上がっていますね。道がまっすぐで信号も少ないから燃費上げ上げなんでしょうね。それとガソリン代を節約するためにしたことが2つあります。一つはクーポンを使って毎回1リットルあたり5円引きしてもらう節約術です。詳細は節約術の動画で説明していますので、気になる方は概要欄からクリックしてみてください。そんでもう一つの節約術は、なるべく大きな町で給油するです。理由は単純で、大きい町の方がガソリンが安いからです。それにギリギリまで粘ってガス欠を起こすくらいなら、たとえタンクに半分以上の燃料が残っていたとしても、大きな町を通るたびこまめに給油していればガス欠の心配もないし、ガソリンも安く買えるので一石二鳥なんです。えへん。フェリー代、
フェリー代は34,900円です。行きは大間港から函館港のフェリーで北海道に渡り、帰りは小樽港から新潟港のフェリーを利用しました。フェリー代はなかなか節約するのが難しいのですが、お得なキャンペーンをやってる時もあるので要チェックです。実際おぜんさんもキャンペーンを利用して大間函館間のフェリーを4000円くらいお得に乗ることができました。注意点としては予約数に限りがあるので、なるべく早めに予約した方がいいですね。お風呂代、お風呂代の合計は5810円でした。大体ですが2日に1回は入っていました。温泉に入ったり町の銭湯に行ったり、無料で入れる温泉に行きまくったりしていました。入れない日はウェットティッシュで拭き拭きして、なんとかメンタル保つ日々って感じです。案外拭き拭きすると気持ちをリセットできるんですよね。お風呂代って安くても1回500円くらいかかるので、毎日入ると結構な金額になっちゃうんですよね。だからこそ節約のしがいがあるってもんです。今回の旅では温泉の無料券や割引クーポンがついている北海道ご当地雑誌のをや温泉雑誌の温泉博士を利用してお風呂代を節約しました。詳細は節約術の動画で説明していますので、興味のある方は概要欄からクリックでルックしてみてください。コインランドリー代、コインランドリー代の53日間の合計は2100円。おそらくかなり安い方だと思います。ここまで安くできた要因は3つあります。1つ目は1週間分の下着を持って行ってたので、洗濯が週1回で済んだこと。2つ目はレトロな安いコインランドリーを利用して節約したこと。3つ目は車内に洗濯物を干して乾燥機を使わなかったことです。普通のコインランドリーって下手すると1回で1000円くらいかかったりしますけど、工夫次第で1回200、300円に収めることもできるんですよね。道の駅やホテルなどにある併設されているタイプのランドリーは安い傾向にあるので、そういうところを狙うのもいいかもしれません。観光代、観光代の合計は1350円でした。激安ですね。内訳は知床五湖に行った際の駐車場代500円とレクチャー代250円と、美瑛をチャリで爆走するために借りたレンタルサイクル代の600円です。これだけの金額で済んだのは、僕自身が有料施設アレルギーってのもあるんですが、そもそも北海道って入場料も駐車場代も無料やでっていう施設が多いんですよね。商売行けなくてマジサンキューですね。一応参考までに僕が有料だったから行かなかった施設を発表しますと、函館にある五稜郭タワーと美瑛にある色彩の丘です。五稜郭タワーに関しては900円は絶妙に高って思ったからで、色彩の丘に関してはファーム富田で満足したから別に行っかなって思っちゃったんで行きませんでした。次、美瑛に行った時は色彩の丘に行こっかな。観光代に関してはそんな感じですかね。その他雑費、その他雑費は細々とした出費をまとめたものです。例えばスマホの充電ケーブル代だったり、思っていたより夜が寒かったので冷え防止のために買った厚手の靴下代だったり、湖で泳ぐために買った水着代だったり、
そんな予想外の出費はちょくちょくありましたね。ちなみにティッシュペーパーとかゴミ袋とかの消耗品は家から持ってきていたので購入していません。あらかじめ準備してどれだけ車に詰め込めるかが無駄な出費を抑えるポイントかもしれませんね。旅行先で足りなくなったら買い足すやり方だとどうしても割高になっちゃいますからね。っていうか割高なティッシュを買うのが悔しいだけなんですけどね。旅費には入れていない出費、この項目では旅費に含むのは違うかな。でも実際お金かかってるから一応お伝えしようって趣旨です。まずは通信費からご紹介します。通信費の合計は3,990円。通信費って旅行中じゃなくてもかかるものなので旅費には入れなかったのですが、一応参考までにお伝えしておきますね。通信を契約していた機器は2つあり、1つはスマートフォン、もう1つはモバイルルーターです。スマホは UQ モバイルの15GB 2728円のプランで、モバイルルーターはマイネオの低速回線が使い放題のプランで1265円でした。もっと安く済ますこともできるんですが、ちょうど良いプラン選びだったかなって思ってます。というのも旅行中って調べ物を頻繁にするのですが、その際スマホのネット回線のスピードが遅いと結構イライラさせられて旅行が楽しくなくなっちゃうんですよね。安い回線を使って節約することも大切ですが、旅が楽しくなくなっちゃうのであれば本末転倒って感じがします。ですのでおすすめとしては、そこそこ安くてそこそこスピードが速い回線、例えば UQ モバイルや LINE も、それにアハモや Y モバイルなどのサブブランドと呼ばれる通信会社は値段もそこそこしますが、通信スピードが安定していますので旅行向きかもしれません。それとちょっと癖がありますが、使いこなせるのであれば楽天モバイルもありっちゃありですね。はい、次はお土産代です。お土産代の合計は14,958円。なかなかいっちゃいましたね。お土産代って人によってかなり変動するので旅費には入れなかったのですが、避けられない出費って言ったら言い方悪いですけど、人として生きていくなら避けがたい出費なのでご紹介することにしました。お土産には北海道のお菓子や乾物、ワインなどをチョイスして家族や友人に渡したんですけど、反応はいまいちでしたね。お土産選びって結構センスがいるというか、もらう人の目線になってチョイスしないと、もらった人には喜んでる演技をさせることになりますし、不覚にもあげた人はその演技を見破り、もうなんだこりゃって感じになっちゃうんですよね。お土産選びのセンスは疑われるわ、結構いいお金がかかるわで、買ってこなければよかったなって思いそうになるんですけど、買わなかったら買わなかったで買ってくればよかったなって思っちゃうんですよね。わーわー言うとりますけど、結論としてはお土産に何が欲しいか聞いてそれを買ってくるっていうつまらない答えが一番間違いのないお土産の選び方な気がしますね。はい、それともう一つだけお土産の話をさせてください。今回買っていったお土産のうち実際渡せたのって半分くらいなんですよね。残りの半分は賞味期限来ちゃったから仕方なく自分で食べちゃったんですよね。そんで思ったのが、旅行から帰ってきてからの1ヶ月間の間に絶対に合うって人にだけ買っていけばいいかなですです。誰にまでお土産を渡すかって結構難しい問題だと思うんですけど、
実は大事なのって旅行から帰ってきました缶が薄まってないタイミングで渡せるかって気がするんですよね。具体的な例を出すと、半年前に行った新婚旅行のお土産をもらった時の何とも言えない気持ちです。表現が難しいんですけど、半年間ほったらかしにされていたからパッケージがシワシワになっているお土産と、そもそも新婚旅行に行っていたことさえ知らされていなかった自分自身が妙に重なって、より微妙な気持ちになるって感じですかね。さらにもらったお土産が安価だけどそこそこ高価に見えるもの、例えばトリュフジオだった時は、半年間もほったらかしにされてたからトリュフの香りは飛んでフランスに帰っちまったよなんてことを思ってしまう人もいるかもしれませんよね。そんな悪人を増やさないためにも、お土産は旅行から帰ってきた感がにじみ出る期間、つまり旅行から帰ってきてから1ヶ月以内に渡すのが良いでしょう。寿司もお土産も鮮度が命つうことですね。長々とお土産について話しちゃいましたが、最後に一つだけ。トリュフジオありがとね。反省会。改めて旅費の総額を振り返ってみましょう。こうやってみるとやっぱり食費高いですね。逆にお風呂代と洗濯代は平均の半分くらいに収められた気がします。全体的な金額はまあこんなもんかなって感じですけど、やっぱり思うのは8万も何食ったっけなんですよね。お高いものは食べていないんですけど、晩酌代500円かける53日で計算すると合計26,500円。犯人見つけちゃいました。酒代が500円って聞くと金のかからんやっちゃなって思いますけど、律儀に毎日飲み続けちゃうとなかなかの金額になるもんですね。5000円のウニ丼5杯食べてもお釣りが来ちゃいます。積み重ねることって大切だと思いますけど、マイナスを積み上げないことも同じくらい大切かもしれませんね。なんてね。わーわー言うとりますけど、次旅に出るときはお酒の量は半分くらいに収めたいですね。それともう少し自炊も頑張りたいですね。お米とオートミールを持って行ったんですけど、結局一度も食べないという暴挙をやらかしてしまいました。ただ毎日米を炊くって修行すぎるので、もうちょっといい方法探してみます。旅費の方程式。今回の車旅で得られた教訓をもとに、北海道車中泊の旅でかかる旅費の方程式を弾き出しました。そいつがこちらです。めちゃくちゃざっくりな計算なので、あくまで概算ってことでよろしくですです。それとですね、旅費の総額は153,520円でしたが、その大半を 5% お得になるキャンペーンをやっていたクレジットカードで支払ったので、実際の支払いは148,000円くらいです。恐るべきクレジットカードの術。はい。長々と喋っちゃいましたが、動画は以上になります。今回の動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録・高評価ボタンを押していただけると、動画制作の励みになりますので、気が向いたらよろしくです。そんじゃ、良い夢見てくださいね。